のアンミカさんいるじゃないですか。アンミカさん、うん、あの人がいつもポジティブで、うん、皆さんに笑顔を届けてるので、アンミカさんみたいになモデルになりたいなと思って、アナップさんで、それとテアトルアカデミーさんがコラボして、うん、専属モデルさんを決めるオーディションに参加させていただいて、うん、二次審査で落ちちゃって、ね、泣いて帰ったんですけど、嬉しかった。もう一回やりたいっていうことで始めたのがきっかけです。ロンドンコレクション、パリコレクション、いろんなショーがあって、その外国のショーに出ると一発で売れるんですよ。で、売れると他の皆さんにも笑顔が届けられるので、うん、外国のショーに出たいですかね。外国のショーに出て、もっともっとみんなに見てもらえるようなモデルさんになりたい。はい、で、笑顔を届けたいっていう感じの。はい、トリスマ。はい、というわけで今週も引き続きのんちゃんのお話を聞いていきたいと思います。のんちゃん、よろしくお願いします。じゃ、なんかいきなりなんだけど、また自己紹介をちょっとしてもらってもいい？はい、小学3年生の9歳のキッズモデルをしています、のんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。のんちゃん、今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、キッズモデルっていうことでね、モデルとしての活動を去年からか、はい、1年ちょうど1年ぐらい、はい、活躍してて、はい、だからインスタグラムとかで発信とかも頑張ってやってるんだよね、はい、っていう感じでやっていて、はい、モデル1年前から始めて、モデルさんのお仕事、お仕事というか活動を始めたのって、なんかきっかけとか？きっかけは、うん、なんだろう、みんなに笑顔を届けるためのモデルさんとかお仕事にをしたいって思ってたら、思った。テレビで、アンミカさんいるじゃないですか。アンミカさん。うん。あの人がいつもポジティブで、うん、皆さんに笑顔を届けてるので、アンミカさんみたいになモデルになりたいなと思って。アンミカさんに憧れて始めたんだ。なんか、はい、なかなか渋いというか、もともとは違うよね。もともとは違うけど、まあ、アンミカさんのその、生き方というか、はい、かっこいいなって。ポジティブ者。ポジティブなね。かっこいいよね。そっかそっか。もともとは自分の体験から来てるんで。あ、そうなの？はい。どんな体験があったのか。私、小さい時に、うん、短命宣告を受けたことがあって。何宣告？短命です。短命、あ、短命ね。はい。で、3歳までしか生きられないって言われていて、で、母たちが家に帰った時に、テレビをつけた時に、うん、ニュースで、末期がんの人が最後に家に帰って、うん、いい思い出を作りたいっつって、家に帰って笑って過ごしたら、末期がんが消えたっていう話があったんです。で、その話を母たちが試してみて、私がここまで生きられてるので、その皆さんに恩返しをしたいっていう理由で始めた感じですね。そっか、笑顔で楽しく過ごして、はい、この短命だって言われたところを乗り越えてきたっていうのがあるから、はい、みんなにもそういうのを届けたいとか。はい。素晴らしいですね。今、小学校ね、3年生だよ。はい。まだね、僕3年生の時何も考えてなかったかなって感じなんだけど、そんな思いがあって活動しているんですね。はい、その1年前に、はい、その具体的な活動を始めたきっかけっていうのは、なんか声がかかったの？モデルやらないか。ああ、テアトルアカデミーさんいるじゃないですか。うん、鈴木福君さんが。ちょっとチェックしてるところ。あそこと、アナップっていうキッズの、うん、まあ、このワイシャツがあるんですけど、うん、このワイシャツを作ってるところが、アナップさんで、それとテアトルアカデミーさんがコラボして、うん、その、専属モデルさんを決めるオーディション、うんうん、に参加させていただいて、うん、で、二次審査まで残ったんですけど、二次審査で落ちちゃって、ね、で、それで泣いて帰ったんですけど、嬉しかった。で、もう一回やりたいっていうことで始めたのがきっかけです、ね。あ、そうなんだ。そっかそっか。じゃあ、ちょっとチャレンジしてみたらちょっと悔しかったから、はい、また頑張らなきゃなっていう感じで、はい、そっかそっかそっか。なんか、モデルしてるときにさ、一番楽しいことってどんなこと？うん。
モデル仲間の同じくらいの女、人と話すことですかね。ファッションとかの話とか、メイクとか、あ、そっか、そっか。その辺のお話をさせていただくとか、ね。みんな結構詳しい。はい。楽しい。その5年とかやってる人たちがいるので、あ、そっか、そっか。5年とか10年とか、大先輩たちがいるので、その人たちに聞いて、やってますとか、ね。え、同い年でも結構大先輩みたいな。あ、はい、います。経験がある子がいたりとか、はい。もう6年とか5年とかいます。うん。そっかそっかそっか。でもさ、さっき前半で話聞いたけどさ、いろんな処置とかもある中でモデルとしての活動もしてるって、さっきさ、はい、モデルとしての仕事がすごい、なんか時間が長いって言ってたじゃん。あ、はい。そういうのってどうやってやってるの？大変じゃない？お。水分とか、まあ、食べ物も、こっちで持ってかないといけないので、この暑さで持ってくと、ちょっと、なんだろう、かびちゃったりとか、食中毒とかね、怖いもんね。になっちゃうので、なんだろう、いっぱいは持っていけないけど、しのげる時間ができるような食べ物。そっかそっか。あの、ラムネとか何個も入ってるやつ？あ、そっかそっか。とかを持ってかないと、うん、その、なんだろう。今日出る直前にお腹減ったになっちゃうので、そうだよね。あんま笑顔が作れなくなっちゃうので、そうだよね。それはいけないかなと思って、水分とかはちゃんと持ってます。水分とか食べ物とか、自分の食べれるものをしっかり準備して、はい。くっていう感じで。え、処置とかもしながらの？じゃあ。必要な時に。食器。マッサージしたりとかね。あと、まあ、整体を教えてくれた先生がね、ショーの直前でこうするといいよって教えてくれたことがあってね。うん、やっぱ体力的にもね、ちょっと、やっぱ、みんなよりは、ね。はい。持たないですかね。持たないし、大変な部分多いもんね。そっか。じゃあ、いろいろとマッサージとかもしてもらったりとかしながら、長丁場を。大変だけど、頑張ってやっているっていう感じか。そっかそっか。なんかモデルさん以外にさ、こんなことやってるよとかってある？まあ、小学校、学校は？学校は普通に行って。行ける日は行きます。行ける日は行って。え、どんな、結構体調で休まなきゃいけないことが多い？はい。あの、ショーとかの次の日とかは、うん。あの、体力が続かなくて、ね、ちょっと休んじゃうことが多いし。で、あと病院とかが平日にしかやってない。やってないよね。そうだよね。その辺でいっぱいあの、バーって入っちゃうので。そっかそっか。兄たちも病気持ってるので、うん。それで、いろいろ行けなくなってます。勉強とか大丈夫？難しくない？授業出れなかったら。まあ、ちょっと難しいですかね。前の学校とは全然違うので。うん。前の学校なんて図工でカッターとか使わなかったのに、今の学校じゃ使ってるので、うん、ちょっと、あんままだ慣れませんが、うんうんうん、楽しいわ。楽しいです。向こう楽しい。はい。学校のお友達とは仲良くできてる。はい。そかそか、病気のこととかみんな知ってる？うん、知ってます、うん。知ってるけど、知ってて。はい。なんか、まあ、みんな気にしないよな、子供だと。はい、気にしないです。気にしないでね。全然気にしないで。うん。アノンちゃん一緒に遊ぶっていう感じになっちゃいますね。え、学校も車椅子で行ってる？はい。そうだよね。そっかそっか。じゃあ車椅子で学校も行って、友達もいっぱいいて。そっか。そんな感じでいろいろとね、活動している感じで。はい。え、学校では大変なこととかない？物を置くとしたりすると、あの、テーブルがあるので、こうは無理なので、うん、あんま取れないことですかね。そうかそうか。車椅子だと困るっていう部分が出てくるんだよね。あと、廊下走っちゃダメって言われてても、うん、走る子は走っちゃうので、危ないか。急に出てきたこと、ぶつかりそうになったことあります。そっかそっかそっか。そっかそっか、そうだよね。先生とかは先生とかは普通に優しいです。優しい？そこそこ。なるほどね。そんな感じで学校生活も普通にしながら、のんちゃんは頑張ってモデルもやってるんですけど、なんか、さっきもちょっと聞いたけど、なんか大切にしてる考え方みたいな。
どんな思い病気のことをあんま考えないで過ごすことかな、うん、考えちゃうと良くないよ。はい、気にせず自由に生きた方がいいと思う。自由に生きたいよね、はい、うん。そっかそっか、こんな感じで自由に生きることを大事にしてやりたいことができてる今。はい、ね、お母さんとかの協力もバッチリやって、はい、やりたいこといっぱいできてるかなと思う。僕もね、のんちゃんと会ったのがね、あのパーティーだもんね、はい、インクルーシブパーティーっていう、なんかインクルーシブパーティーっていう、すごくなんか障害ある人もない人もバーって集まってみんなでね楽しく踊ったり、はい、騒いだりするイベントがあるんですけど、はい、そこでのんちゃんと会って、のんちゃんがもうノリノリで可愛く踊ってたんで、はい、話しかけてね、今日出てくださいっていう話になったんですけど、本当に笑顔が素敵で可愛いなって感じで、ありがとうございます、はい、見ているので、これからもね、その笑顔をね、バリバリいろんな人に伝えていってほしいなって思います。じゃあなんか最後みたいになっちゃったんですけど、はい、これからやりたいこととか夢とかありますか？夢はロンドンコレクション、まあパリコレクション、うん、パリコレクション、あの祭壇、全国のあの三つの大きなショーがあるんですけど、うん、パリコレとロンドンコレクションとあとフランスコレクションだっけ、いっぱいあるね。ニューヨークコレクションもあるし、うん、めっちゃいろいろ、日本以外にもめっちゃ、うん、いろんなショーがあって、その外国のショーに出ると一発で売れるんですよ。一発で売れるの、はい、うん、で売れると他の皆さんにも笑顔が届けられるので、うん、まあ外国のショーに出たいですかね。外国のショーに出てもっともっとみんなに見てもらえるようなモデルさんになりたいと。はい、で笑顔を届けたいっていう感じの、はい、いやー素敵。なんか子供の頃からそんないろんなね思いを持って活動してて素晴らしいと思います。そんな感じで、まあパリコレだったりロンドンコレクションだったりっていう大きな目標があるのんちゃんなんですけど、あのこれ見てくれてる人に、はい、なんか多分病気とか障害がある人が多いと思うんだけど、メッセージを、皆さん気にせず自由に生きていただけると嬉しいです。嬉しいです、笑顔でね。はい、そうですよね。いやもう僕が気にしすぎなのかもしれない。大人になるとやっぱりねいろいろ気にしちゃうんだよねっていう子供の素直な気持ちがお子さんで、まあ、しっかり考えてて素直な気持ちも伝わったかなという感じなんですけど、なんかこの動画出るの多分2ヶ月後ぐらいなんですけど、お知らせとか。2ヶ月後は9月やね、うん、9月の21日にビューティーマイセレクション東京というファッションショーに出させてもらいます。コンテストに出させてもらうんですけど、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。9月21日間に合うように編集します。はい、9月21日。あとね、インスタグラムとかもね、はい、すごい発信してるからフォローしてほしいよね。皆さんインスタとかのんちゃんで調べてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、説明欄にちゃんとのんちゃんの URL 貼っとくんで、ぜひ皆さんチェックして、本当に素敵なね衣装を着て素敵な笑顔で活躍してるのんちゃんが見れると思います。はい、ということでそんな感じののんちゃんの撮影をしてきたんですけど、ちょっとまだなんかもうちょっと時間があるんですけど、なんかこれは話していきたいなみたいなことある？ないです。あれは、はい、イエローサブカルチャー、それのも活動してるでしょ。だね、うん、とイエローサブカルチャーさんがあるんですけど、うん、その方が一人の撮影に5人分の食事を提供している方なんです。よかったらそっちのインスタも見てください。一人の食事、あ、一人の撮影をすると5人分の食事、路上とかで、モデルさん一人に対して、海外で食事を取れてない子供たちに対して一人分の食事を提供するっていうことをしてるんです。で、大きなイベントの時にはT シャツの販売とかそういったことに関しては5人分の食事提供できる寄付を、うん、ああそっか、普段されている企業さんで、うん、のも、お手伝いできる時はお手伝いをさせてもらっている企業さんなので、
同じ子供なのにご飯が食べれないっていうところにノンは、うん、不満を覚えていて、でその活動に参加するようになったので、うんうん、そちらもよかったら覗いてもらえたらなっていう。このモデルとしての活動がチャリティーになる。そうです、モデルとして活躍することが、でモデルとして活動してない方でも、うん、その方に連絡取って撮影してもらうだけで、うん、一食分は寄付になるので、世界中の子供を助けたいっていうのの気持ちの活動が乗っかってる感じです。その活動の URL も載せさせてもらうので、はい、ぜひ見てくれればなと思います。というわけで、のんちゃん今日撮ってみてどうだった？楽しかったです。楽しかった、本当に。ちょっとね、僕お子さんに聞くの初めてで、聞き方とかいろいろ難しいなと思いながら。別に普通でよかったのに。ね、どういう感じでいけばいいかっていうのがね、なかなか慣れてなくて、ね、ちょっと細かくしちゃったかもしれないけど、今日は楽しかったと言ってもらえたということで、楽しく撮影させてもらいました。というわけで本日のゲストは、キッズモデルののんちゃんに来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。またねー。トイスマ。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。この動画が良かったよ、参考になったよという方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。